孫を誘拐したトメとのバトル。昨日トメに息子を拉致られた。突然やってきて、これはいつものことだけど、私がトイレに行っている間に息子を勝手に連れ出した。息子は3ヶ月になったばかり。反響欄でトメに電話するも出ず、家にもいない。旦那の職場に電話して状況説明。旦那からトメに電話してもらうことにする。しばらくしてトメから電話。後ろで息子が泣いている声が聞こえて怒りが倍増する。トメは琴目の家にいるというので、場所を教えてもらって急いで向かう。申し訳なさそうな琴目となぜか切れているトメ。泣いている息子をあやしながらトメの言い分を聞く。トメは孫を嫁が独占しているのが気に入らなかったんだそうな。琴目のとこにも子供がいるんだけど3歳。哺乳瓶があるから使わせてもらってミルクをあげられれば自分にもできる。と思ったらしい。紙おむつもビッグパックで買い込んであったし。お前は何日息子を拉致るつもりだったんだ。だが看護の息子は哺乳瓶からは飲まないし、抱いても泣き止まない。母親がいないのが理解できれば普通は哺乳瓶から飲むものよ。この子は頭が弱いわ。とトメ、怒りで泣けて泣けて、ひたすら謝ることめを振り払って、実家に帰ってきた。もう二度と会わせない。絶縁してやる。それはひどい。で、母親がこの世話するの当たり前じゃんね。3ヶ月なんだし。犯罪では？トメは合鍵で侵入したんですか？うちは結婚時に合鍵を断ったんだけど、子供生まれたらまた言われそう。こっちは義実家の鍵渡されたけどな。3ヶ月の赤ちゃんを拉致るとかありえないね。最低、つか犯罪じゃん。絶縁絶縁。万が一次やられたらもう警察でいいよ。超ムカつく。レスありがとう。もうムカついて仕方ない。息子と寝ていたところにピンポンされた。イルス使おうにも私の車が庭に止まってるし、いるのはバレバレなんで家に入れないわけにいかない。本当に殴ってやればよかったよ。でも無事に取り戻せた息子から両手が離れなかった。夫から電話が来てて、お袋も反省してるから話だけでも聞いてやってくれって。絶対に嫌だ。私はトメとは二度と会いたくないし口も聞きたくないと言ってやったら、これからこっちに来るらしい。トメも同伴だったらどうしよう。そりゃあ嫌われちゃまずい。息子たその前では反省したふりくらいするわな。そして許さないと。ただ可愛い孫と触れ合いたかっただけなのにこんなに鬼嫁に責められてかわいそうな当て口になるおかん。旦那さんの出方が気になるところだね。看護の3ヶ月乳幼児拉致って殺しかねないよね。琴音も申し訳なさそうにしているなら連絡するとかできなかったのか。旦那一家ちょっとおかしいんじゃないの？トメ連れてくるなら絶対に会わない。とでもメールしてやれ。琴音に連絡して、少しでも悪いと本気で思ってるなら、トメと夫をすぐに止めろ。大概にしろと怒れ。考えただけでムカムカする。何が反省している、だ。琴音から母は反省していない。今は連れて行くなと夫に言わせなよ。これを言いくるめられて許したら、次は子供が殺されるよ。とりあえず、仮に来てもトメは絶対に入れちゃダメ。お袋も反省してるしって、赤ちゃん殺されてたらどうするつもりだったんだろう。お腹空いて泣いて泣いて、ミルクももらえないしお母さんに抱っこもしてもらえない。たった3ヶ月の赤ちゃん、どんなに不安で辛かったか。本当に、殺す気かって思う。謝れば何でも許してもらえると思うなよ。世の中、取り返しのつかないことがあるって、とことん教えてやってほしい。こういうトメって、絶縁します。次会ったら通報します。では聞かないよ。もう犯罪の最初の一歩を踏み出してるから、今さら通報なんて脅しにビビるわけないの。トメが反省してるからなんて言い出してる時点で、旦那も同じ。次から次へ繰り返す。嘘でもいいから。今回のことは、一応、児童相談所に連絡しておきました。ぐらい言っておけば？そんな連絡を相手にしてくれるかどうかを私は知らないけど、そのトメたちも知らないだろうし、要するに、今回のことはもう、身内以外に公になりましたよ。虐待でカウントされましたよ。という態度をとっておかないと、何度でもやられると思う。3ヶ月だから誘拐と騒げるけど、幼稚園だと、だって孫ちゃんに会いに幼稚園に行ったら、孫ちゃんもうちに来たいって言ったのよ。で済まされる。皆さん本当にありがとう。報告します。夫、トメとコトメを連れてやってきた。私と息子は2階にいたんだけど、トメの声が聞こえてきたんでガンとして下に降りなかった。そしたら夫がトメを家に送りに一旦帰ったんで、
まずうちの両親と私と琴目で話すことになった。琴目は琴目から、嫁ちゃん私から預かってくれって頼まれた、と聞かされたらしい。でもおむつは新しく買った大袋だし、哺乳瓶も貸してほしいって言うし、嫁ちゃんからは何度も電話が来てるのに出ようとしないしってことで、これはもしやと思っていたそう。やってきた私の様子を見て、トメが無断で連れ出したんだってことを確信したらしい。怒りと恥ずかしさと申し訳なさで、とにかく一言謝りたいと思って連れてきてもらったと、話しているうちに夫が再びやってきて、うちの両親に謝罪した。それで、お袋はお前がノイローゼになったりしたらかわいそうだから、息抜きも必要だと思ってやったと言っていると、あんたの親がやったことは誘拐なんてもんじゃない。殺人未遂みたいなもんなんだと言ったら、夫は家族なんだから、そんな大げさにするなよだと、カッときたけど、私より先に琴目が夫を張り倒した。琴目はさらに夫に平手を食らわせて、情けない、情けないって泣き出した。父が慌てて止めて、夫は呆然としてた。で、今日は落ち着いた話し合いにはならないだろうからってことで、二人とも帰りました。止めの訪問が嫌で、ちょっと長くトイレにこもってしまったのがいけなかった。辛い思いさせてしまって、ごめんよ息子。お疲れ様です。止めと夫が桁外れに頭湧いてますね。反省って開き直ってるだけじゃん。琴目も自分の実母にかなりうんざりきてるんだろうな。自分の親もいるところで話ができたのは良かったですね。後で聞いたら誇張入ってるんじゃと思われるかもしれないくらい止めが非常識。止めって赤のそばにいられるならどんな手段も取るし嘘800ばかりですよね。琴目はちゃんと母親だったか。旦那はまだ姉認定するのは早いかもしれないけど、その傾向ありかな。まだ父親に慣れていない感じがする。自分の母親が自分の子供を連れ出して何がいけないんだってやつでしょ。話し合うならば、肝母の3ヶ月の乳幼児を親から取り上げて連れ回すのは赤ちゃんの命に関わること。義母だって過去に旦那を育てている時、同じことがあれば必死に取り戻そうとしただろうこと。だからこそ琴目がことの重要性を理解しない旦那を殴りつけたこと。残念だが祖母になると自分が命がけで子供を育てたことが、喉元すぎた暑さになってしまう人は多い。今のままでは少なくとも子供が自分の身を自分で守れるようになるまでは接触させられない。というのは伝えないとだねー。これで理解できないのであればだなー。おっと、エネスレ物件のような気が激しくしています。なんだかすごく疲れてしまったので、今日は落ちます。また報告というか、相談に来てもいいですか？一応取り付けておきます。大丈夫だよ。吐き出しにでも来てください。神経尖っちゃっているだろうけど休息は大事だよ。ちゃんと休んでね。お疲れ様。旦那に、看護の3ヶ月の赤ちゃんが母親から離されたら、本当に多肥にさらされること。トメは育児経験があり、状況を知っていたはずであるのに、故意に危険にさらしたことだけは理解させた方がいいね。まずは赤ちゃんが無事で本当に良かった。琴音が唯一常識ある人みたいだからそれは救いですね。その琴音、精神的におかしいと思われても仕方ないし、皆が言っているように、たまたま身内だったからというだけで、やったことは犯罪殺人未遂だよ。今後も、ほんとその琴音にちょっとでも間違って隙を見せてしまったら、今度こそ赤ちゃん危ないかも。もう少し月齢が進んだら、ちょっとあなたの目を離した隙にもうこれは食べられるでしょ。などと、勝手にお菓子とか蜂蜜とか口に入れそうだし、そんな止めなら、今後何もしない方が逆におかしい。絶対に赤ちゃんを会わせないのが一番だし、法事とかで会わざるを得ない場合は本当に気をつけてね。手に負えない時は、保健師や児童相談所の人など、プロの第三者に入ってもらってね。実家にいます。うんざり、事態は全く好転せず、私は止めと絶縁を希望してて、夫は円満に解決したい。お互いの要望をお互いが飲まずにいるって感じ。ここでレスいただいたように、いろいろな方向から止めがしたことがどれだけひどいことなのか説明しても、独自の解釈？って私の気持ちを汲んでもくれない。お互い切れそう。幼稚園年長の頃、祖父に無断で連れ出された私が通りますよ。まだ子供さんも小さくてお世話大変だろうにおつです。人様の旦那に言っちゃ悪いが本当に頭湧いてる。常識ある第三者に入ってもらって話し合いできたら良いのに、養育者の許可なく連れ出しは犯罪ですから。
連れ出された当時の自分は、普段乗らない特急電車に大はしゃぎだった。自宅では子がいないで当然大騒ぎ。それ以上の後日談は怖くて危険。トメがスキンヘッドにしたら許すと言ってやれ。一応報告というか、あれから実家にトメのと作らったりしたんだけど、結果的には私と息子だけに実家と絶縁という形に収まりそう。夫はまだなんとなく仲直りしてほしそうなんだけど、琴音さんが全面的に助けてくれてる。おお、ご無事で何よりです。よう琴音さんでよかったね。しかし旦那、あんなことすると目と金輪際仲良くなんてなれるわけないのに、自分の母親がそんだけのことしでかしたんだと気づけよ。こんなことどこで相談したらいいかわからなかったんで、ここがあって本当にありがたかったよ。この一件で琴音さんとの仲が深まっているよ。夫はことの重大さは理解してくれたみたいで絶縁も仕方ないと言ってくれた。でもまたいつかみんなで仲良くしようよみたいな感じ。おつでした。とりあえず、旦那の希望は放置でいいと思うよ。いつかはいつかであって、明日でも来週でもない。永遠に来ないことだってあるんだ。あれから家に帰って、とりあえず何事もなく過ごしてたんだけど、トメがまたやらかしてくれた。先日、突然保健センターの保健師さんが二人来て、赤ちゃんの発育を見たいって、うちの地域では新生児のうちに保健師の訪問があって、育児相談とかに乗ってくれる事業があるんだけど、息子が1ヶ月過ぎた頃にもう住んでたから、どうしたのかなぁと思って、新生児の頃にも来ていただきましたけど。って言ったら、とにかく赤ちゃんの顔を見せてほしいっていうわけ。家に上がってもらって、息子を見せたら、体重を測るっていうんで服を脱がせたわけ。保健師さん、やけに息子をひっくり返したり、足を持ち上げたりしてしげしげ観察してて。それで、お母さんは初めての育児で悩んでないですか？もっと周りの協力を得て子育てしてもいいんですよ。辛かったら一人で抱え込んでないで誰かを頼らなくちゃダメですよって言うんだ。なんかピンときた。どっかのスレで、看護なのにミルクをあげてないって保健センターかどっかに通報したトメの話を思い出したんで、もしかして義母から何か相談がありましたか？って聞いたら、やっぱりそうだった。嫁が孫と家にこもりっきりで、自分たちを近づけようとしない。最近逆丸のニュースが多いから心配だ、みたいな相談をしたらしい。保健師さんたちには、息子を拉致されそうになったので距離を置いている。絶縁とまでは言わなかった。と説明して、お帰りいただいた。その夜に夫に怒り混じりで話したところ。言おうと思ってたけど、お袋にそこまでさせてもまだわかんないのか。お袋だって孫を思えばこその行動だったんだし、少しでもありがたいと思わないの？お前が意地張ってお袋に息子を預けないから、少しでもお前の負担を軽くしようとしてくれたんじゃないかと、俺は思うけどね。そういう風に好意的に考えられないの？と言われた。速攻で荷物まとめて、実家に帰ってきた。自分の中で何かが切れた感じ。離婚かな、こや。うわぁ、トメもだけど旦那が半端なくクソすぎる。孫のためを思うんだったら、この命綱である母親から無理に拉致るなんてことできないはずなのに、以前のことを何ら理解できてないみたいだから、離婚を考えるのもやむなしだよね。オツです。一旦は絶縁するという方向で旦那さんは納得していたんじゃないのか。うわぁ旦那クソすぎる失礼。子供を拉致したり、センターに嘘の電話したりのどこをありがたがれと、今後のことを考えても決断するときかもね。ママ頑張れ。保健師さんに嫁が逆丸してるかもっていう虚偽申告する実望を責めずに、まず嫁を責めるあたりがね、お疲れ様でした。まずは実家でお子さんと休養なさってください。ああ、旦那さん立派な姉だね。自分の子なのに、生きてる赤ちゃんなのに、簡単に預けろとか、おもちゃの人形じゃないんだよって人事ながら切れそう。実家帰って正解だと思います。ママ頑張って。一致頑張れー。心の底から応援する。そのクソエネ夫は誰か弱い相手はいない？そういう人からガツンと言われないと目が覚めないと思う。3ヶ月くらいの赤ちゃんが母親べったりで何が悪いってんだ。あと、家にこもりきりではないって誰か何か証明できるなら、それ旦那に見せてその上で、クソババの行為をどう思うか聞いてみてほしい。やっぱり夫がクソすぎるよね。琴音さんからの情報なんだけど、絶縁ということになって、トメは毎日のように夫や琴音さんに電話をして、
一生孫ちゃんと会えないなんて泣きそうだ。あんなに固くなな性格でちゃんと育児ができるわけがない。というようなことを話して聞かせていたようで。それでまあ、悪いのは嫁。っていう頭になっちゃったみたいなんだよね。どうしたらいいのかな。さすがに実家のみんなも琴音さんも呆れてるよ。とりあえず今晩琴音さんと夫にこっちへ来てもらって、話し合う予定。これそうだったらここで報告してもいいかい？大変でしたね。もうなんと言っていいか、報告お待ちしてます。なるほどな。ある意味、姑に洗脳されちゃうんだね。旦那は割と流されやすいタイプじゃない？まともな琴音さんは救いではあるけど、結局相手側の人なので本当に離婚となったら信じすぎないことね。あと録音するならば、嘘をついて通報したことをどう思うか。乳児の命に関わるということは理解できたのではないのか。母親の負担を軽くする目的でなく、母親の目の届かないところで孫を好き勝手扱いたいという思惑を感じるが、それをどう思うのか、などなど質問しておくといいかも。最悪離婚となった時に役立つ可能性あり。報告待ってるよ。心配でしょうがない。思ったんだけど、ウトはいるのかな？存在が見えないなと思って。話し合い終わりました。兄の仕事用レコーダーを借りて、一応録音もしておいた。しかし、解決しそうにない。琴音さんは私より、夫は止めよりの意見で、最終的には兄弟喧嘩みたいになってしまった。離婚についてはまだ何とも言えない。長くなると思うけど、報告します。うまく書けないので箇条書き。夫、仕事終わりで我が家に来る。その時には琴音さんもすでにいた。息子を母に預け、私たちは別室で話し合うことに。夫が、お袋には預けないくせに、お母さん私の母には預けるのか。と不機嫌に、勝手に連れ出したりしないから大丈夫だと言うと、連れ出したのがお袋でなくお母さんだったら、お前は絶縁するのか？と夫、確かに、実母だったら絶縁しないかもしれない、と思ったんだけど、すかさず琴音さんが、実の母親と姑は違う。姑は結婚したことにより家族とならざるを得なくなった付き合いの浅いおばちゃんみたいなもの。たかだか数年で実母以上の信頼関係が築けてたまるか。だって、ありがとう琴音さん。虚偽の通報については、夫が止めから聞いたことによると、とにかく嫁と孫が二人っきりで24時間過ごしているのが心配でたまらなかった。ということらしい。ここのところ虐待のニュースも多いし、もしかしてうちの嫁も、と考えたらいても立ってもいられなくなったんだって。夫は以前からそんな話を聞かされていたんだけど、止めの話をすると私が不機嫌になるし、あれ以来止めのことは我が家ではタブーみたいになっていたから、私に止めの心配事を話せなかったんだって。夫は、息子は止めにとっては初めての男孫だし、止めは絶縁には納得していない。疎遠になるのは仕方ないとして、止めが我が家に遊びに来たり息子を預かったりすることを許してやってほしいんだって。それって疎遠でもなんでもないし、むしろ前より関わってきてると思うんだけど、預けるのなんて絶対に無理。あの時の恐怖は忘れられない、と私、夫が、親孝行だと思ってさ、頼むよって、親孝行なら自分でしろよ。自己満足に嫁と子供を巻き込むな、と琴音さん。終始こんな感じで、結局解決しませんでした。そうそう。ウトは20年以上前に離婚したんでいないんです。とりあえず今後も黙って録音しといた方が良いよ。通報も姑の妄想からっていう言葉を録音できてるし。でも、旦那は自分が父親がいない環境で育って、何の問題もなかったということをすっかり忘れてるのかな。止めは旦那が不要と思ったわけだよね。だから別れたんだよね。もちろん止めにとっては姑も、育児には不要だったんだよね。それなのに、どうして嫁は姑である自分を必要としてると思うんだろうか？離婚した理由は知らないけど、まあ確かにそうだよね。姑はいなかったけど、大止め母は必要だったんでしょう。今でも一緒に住んでるし、書き忘れてたんだけど、琴音さんも嫁姑関係では苦労してるみたいで、他人事とは思えないんだって。幸い琴音さんの旦那さんは琴音さんの味方になってくれる人みたいなんだけど、親孝行なら自分でしろ。嫁と子供を、あたりが、それっぽいと思った。
それと琴音さん自身は姑に苦労してるのかな。なんということでしょう。今度旦那が来たら、あなたの母親も、自分の親と一緒にあなたを育ててくれたんでしょう。私もそうしようと思うんだけど、って言ったらなんて反応するんだろうか。おつです。今夜はゆっくり休んでくださいね。なんか姑は更年期をこじらしてしまったみたいだな。預けろったって信頼関係を先にぶち壊すようなことをしたのは姑なのにね。たくさんですありがとう。自分のことのように心配してくれる人がいて、本当にありがたい。姑は見事なダブスタだね。神経高ぶってるかもしれないけど、なるべく体を休めるんだよ。その後の展開も知りたいから、書いてくれたら私は嬉しい。おつです。めげずに頑張れ。報告待ってます。姑の離婚理由が気になるな。私も気になっていたんで、琴音さんに聞いてみた。直接の理由は、宇都の風鈴らしい。琴音さんが宇都から直接聞いたことによると、止め母の過干渉っていうのか、琴音さんが生まれてから毎日のように止め母が家にやってきて、夫が生まれてからは止めは実家に行ったきりになっちゃったんだって。こっちに帰ってこいって言っても、お母さんがいなきゃ二人も育てられない。って感じで帰ってこず。そんでまあ、よその女にフラフラしちゃったんだってさ。だから、一人で子供を育ててるっていう、嫁子ちゃんが理解できないのかもしれないって言ってた。トメが、トメトメと二人で子供を育てたのなら、イッチと一緒に孫を育てたいと思うのもわかるが、トメは、トメトメに口出しをさせず、トメ母と二人で子供を育てたのだから、イッチが、トメに口出しをさせずイッチ母と二人で子供を育てても、文句を言われる筋合いはない。今回の場合、自分の息子は自分と自分母が育てるのが当然。自分の孫は、自分と嫁で育てるのが当然。その矛盾した二つを、主張してるのがダブスタかと。今とめから電話があって、今からこっちに来たいんだって。さすがに私一人で対応するのは嫌なんで、夜、夫とことめさんと話し合うことになった。夫とことめさんの同席は、とめの希望。頑張れ。あなたの息子さんのためにも超頑張れ。負けるな。今夜の話し合いで今後が決まると思って、気合い入れていけ。あなたは間違ってないよ。確かに絶縁しないかもと思う時点で相手の思惑にはまっているよ。孫への愛情があろうがなかろうが、一般常識で考えても母乳が必要な乳児を勝手に連れ出すことはしないでしょ。実母だろうがそれをやったら、毒親扱いで子供に触れさせたりはしないし警戒する。まず連れ出そうと思うこと自体がおかしいんだと言わないと。それに2、3歳になっていて母親と話しても命の危険がなかったとしても、勝手に連れ出すのはありえないよ。実母がやったとしても同じくできるだけ子供から話そうとする。旦那は義母のやったことだから、気に食わないに話をすり替えようとしているよね。いいこと言った。まあ、会う必要なんてないと思うんだ。連れ去りと虐待疑惑で保健所通報の件で前科にだからね。だけど、会うんなら、会ってやってるという上から目線は必要だと思う。多分向こうは、わがままな嫁の教育にでも来るぐらいのつもりだよ。録音と、念書も必要だと思う。私なら、これからも関わり合いたいなら、乳児連れ去り、虐待疑惑をかけて通報し、保健所のブラックリストに載せられた件につき、謝罪を文書で要求する。でなきゃ会わない。絶縁。だって、連れ去りに懲りずに虐待通報した上、まだ心配だなんて言ってるんだもん。ここで許したら、心配だといえば、幼稚園でも小学校でも一生乗り込まれるよ。見事なダブスタだよな。自分がそうだったから、余計に嫁が自分をのけ者にしようとしてるって思い込みが働くんだよね。きっと、何にせよ琴音さんが味方になってくれてるのは心強いね。無断で我が子を拉致した時点で姑に対する信用はゼロだし。その姑に預けろなんてアホかと思うわ。話し合い頑張ってね。どこの家も夫も止めも自分で産まないくせにうるさいね。黙って聞いてればいい気になりやがってふざけんじゃねえぞ。と言ってやりたいような言い草ばっかりだ。いっち、大丈夫かな。心配だ。あれから色々あったり規制にあったりしてて、落ち着いたら書き込もうと思いながらいたんだけど、落ち着くのを待っていたら随分時間が経ってしまった。4月の末に保健師さんの訪問があって実家に帰ってから、私、夫、琴音さん、とめ、私両親で話し合ったんだけど、とめが何も言わないから、
琴音さんどころか夫まで呆れてるって感じだった。ここで皆さんが言っていたダブスタのこととか織り交ぜて、私は夫と二人で協力して子育てしていきたいんだってことや、勝手に子供を連れ出して母親から無理やり引き離すことが、子供にとってどれだけ恐ろしいことか、そんなことを話した。保健センターに虚偽の通報をして、保健師さんにまで迷惑をかけて、どれだけ非常識なことをしたのか、そういうことを私と琴音さんで止めに分からせようと思ったんだ。止めはとにかく私の孫ちゃんが心配でと泣いたり、ムチコタン助けてよと夫にすがったり、そもそもうちに来て話し合いがしたいと言い出したのは止めなのに、これじゃ何のために集まっているのかわからない。私と息子に謝る気になったらその時またおいでください。って言ってその日は解散した。夫は、お袋にも困ったもんだね。なんて他人事みたいに言ってたから、止めの知らないところに引っ越しをするか、離婚か、一週間待ってやるからどっちか選べと言って自宅に追い返しました。話し合いから3日後、止めが実家に出越してきた。その日は実家に私一人しかいなくて、琴音さんも電話に出なくて、仕方なく私一人で対応することになった。息子は抱っこ紐で体にくくりつけて、絶対体から離さないようにした。以下、止めの言い分。自分が結婚を許してやったから、ムチコタンと結婚できたんだってことを忘れるな。その子は嫁子の息子かもしれないが、それ以前に私の孫で、ムチコタンの子供だ。嫁子のものじゃない。私たち家族とめと夫の中には離婚でおいて、当然みたいな顔をするな。私は母親とめ母と協力して子供を育ててきたんだから、孫も私とムチコタンで育てるのが当然。という感じだった。ちょっとおかしいとは思っていたけど、ここまでのマジ危機とは思わなかった。とめと夫と息子で一つの家族だというとめに、心の底から寒気がした。今日はそれをどうしても言いたかっただけ。よく考えて、立場をわきまえなさい。と言って、とめは帰って行った。その日の夜に夫を呼んで、録音していたとめの言い分を聞かせた。最初は録音していた私に、そこまでするなんて大げさ。と言っていたけど、聞きながら夫は泣いてた。夫はとめがやらかしたいろいろを、本当に純然たる行為だと思って疑っていなかったらしい。嫁と姑は揉めるもんだし、騒動の前にも突然家にやってくるとめに怒っていた私を見ていたから、私が必要以上に過敏になっているんだろうと思っていたと、夫は土下座をして謝ってくれて、もう二度とこんなことがないようにすると約束してくれた。それで、隣の県に引っ越しをして、現在という感じです。言葉にならないくらいひどい止めだね。本当にお疲れ様。私だったら蹴り倒してるわ。お盆は夫だけ止めのとこに帰ったんだけど、私との仲をしつこく聞いてきたらしい。あの子は孫ちゃんをいじめたりしてない?とか、あの子は性格きついからね。お母さんも散々いじられたのよ。あんたには言ってなかったけど、みたいなことを言われたらしい。けど、今のところは平和にやっております。ほんと、何事もないといいんだけどね。もう二度と止めとは関わりたくないけど、まだ夫を信用しきれていない私がいる。これからは夫を教育していかなければと思っています。本当にお疲れ様でした。当時は私は妊娠中で、大変だとかムカついて呼んでたんだけど、子供が生まれた今、本当にムカつくというかマジ危機というか、改めて呼んで怒りで体が震えたわ。姑にはもちろんだけど、失礼だけどご主人にも腹が立って仕方がないし、絶縁しないのは仕方がないかもしれないけど、今でも姑に言われたことをいちいちあなたに話さなくてもいいのに、まだまだ嫌な気分だね。最後によく一人で対応したと思う。私なら絶対に出なかったかもな。でも、それがご主人の突破口になってよかった。これから心穏やかに過ごせるといいね。大変でしたね。本当にお疲れ様です。隣県に引っ越すという第一歩を踏めて安心しました。旦那教育やらでまだ油断できないけど、よかったです。夫が私に話したことだけど、私が無理に聞き出したんだ。気になってイライラするより、聞いてイライラする方がイライラが持続しないから、夫、止めに離婚を勧められてきた。本当は一泊する予定だったんだけど、あまりにも私の愚痴というか悪口ばかりを延々と話し続けるし、しまいには離婚話だったんで、嫌になって一日で帰ってきた。
以前のように洗脳される夫じゃなくなった証拠かなと。夫はしばらく実家には行かないと言ってる。ざまあ。そうなんだ。ご主人はきちんと姑さんのことを理解してくれたんだね。嫌な姑だけど、疎遠にしてるならそう問題もないだろうし、夫婦がうまくいってるならそれに越したこともない。よかった。これからは穏やかに過ごせますように。ひとまず解決したようでよかったですね。しかし、ここから後日談があります。あれから平穏に暮らしてたんだけど、ここに来て夫がえねかしてしまった。お盆過ぎぐらいから、夫が義実家に行く回数が増えてきてた。でも私たちについて来いとは言わないし、夫にまで絶縁しろとは言うつもりもなかったから、とりあえず放置。先月あたりから、じとっと私を見つめてくることが多くなり、どうしたのか聞いても別にというだけ。昨日、息子が眠ってから突然、向こうでお袋と同居しようと思う、と言い出した。夫曰く、お前がお袋のしたことを許せないでいるのはわかっている。それなら一緒に住んで、家族になればいいよ。お前と俺は家族だから、息子を俺が連れて出ても怒らないだろう。それならお袋も家族になれば、この間のことも許せるはずだ。こんな風に家族がバラバラになるのは良くないよ。息子の上層教育にも良くない。わけがわからないので、この話はおしまい。これ以上言うなら実家に帰るよ、と私。すると夫が、お前は本当に冷たい。お袋、今度手術するらしいんだ。何の病気か教えてくれないけど、きっと大変なんだ。心細いんだよ。そばで助けてやりたいと思わないのか。止めた日布か?とちょっとはくてかしてしまったことは隠して、事情はわかった。でも同居は無理だと私。じゃあ夫が、A さん夫職場の先輩にもいろいろ相談に乗ってもらったけど、大体お前は長男の嫁なんだから、家に入るのは当然なんだ。お前にはお袋を見る義務があるんだぞ。法律で決まってるんだ。あれからどれだけ経ったと思ってるんだ。ネチネチいつまでも根に持って、いい加減にしろ。と大声を出した。ついに言ってやったみたいに鼻の穴広げてフンガーしてたから、とにかく冷静になって、後日また話し合おうということに。夫の気持ちはわかるし、トメが病気だって言うなら助けてやりたい気持ちもわかる。でも同居は絶対にない。夫が一人で助けてやるのは全然構わないし、こちらに関わってこなければいいんだけど、それじゃ納得できないらしい。とにかく家族は一緒にいるもんだの一点張り。ちょくちょく義実家に帰っていたから、トメに泣きつかれて洗脳されたのかな。どうしたものだろうか。うわおつ、息子に病状も言わずに同居なんて嘘の可能性高そう。ごめん、笑っちゃうましかかと。だいたい、トメは家族じゃないし、一緒に住んだら家族になるとか、失礼ながら、幼稚な旦那だね。確か陽子とめさんがいたと思ったけど、そっち方面にとめの病状の探りを入れてみては?助言だったりして、病気で手術。入院して手術するなら保証人がいるし、大手術なら前もって担当医と家族の面談があるはず。言わずに済む手術って、シミ取りレーザーあたりかな。家族になれば許せるとか、すごい寝言だ。傷害事件や殺人事件の半分は家庭内で起きてるというのに。うわぁ、っていうか、長男の嫁は両親の世話をするのって法律で決まってるの?知らなかった。やっぱ時間が経つとこうなるんだね。あれだけ家族だ家族だというのに病気のことも言ってくれないって一体何よ。しかも実際の家族の息子にも言えないって何よ。じ?冷静でいるつもりだったんだけど、やっぱり冷静じゃなかったんだなぁ。皆さんのレス読んで。気づかされた。シワ取り、シミ取り、可能性あるよね。琴音さんのこともすっかり失念してたし、えねかしてしまった夫に、少なからずショックを受けてたんだなって、今頃気づいたよ。琴音さんに連絡してみる。もう旦那とはダメなんじゃない？別居でもうまくいかなかったのが、なんで同居やねん。そんなのとまだ一緒にやってく気があることにびっくり。私なら明日の朝一で実家帰る準備するよ。息子に何の病気か教えないような親が家族なのか。夫が出してる案はどうひいき目に見てもおかしいし、法律だの根に持つだのというのも異常。別居離婚も視野に入れて備えるしかないんじゃないの？何の法律だよ。夫は夫の親が大事だから同居して、妻は妻の親が大事だから実家に戻ればそれでハッピーじゃん。同居を説得したいなら診断書でも持ってこいっていうの。痔の手術だのほくろ取るだけの手術だったりして。引っ越してから平和にやってきてたから、
おとといの夫が別人になってしまったような気がしている。今日話し合おうと言ってみたら同居の意思を聞かれた。同居はありえないと言ったら。考えてもいないのか。それなら話し合いの意味はない。だって、何なんだろうね、本当に。琴音さんに連絡してみたんだけど、琴音さんは手術のこととか何も知らなかったみたい。もともと仲があまり良くなかった上に、誘拐騒動の時に私の味方をしたことをかなり怒ってて、あれから全然交流ないんだって。琴音さんに申し訳ない。本当に病気なのか、どんな風に止めと話をしてきたのか、いろいろ聞きたい話はあるんだけど、夫が話し合いの場についてくれないんだよ。同居について考えるって言ったら、前向きな発言と取られてしまうかもしれないし、考える余地なしと言ったら話してくれないし、とことん戦って、その結果、離婚や別居になってもやむなしと思っています。まあ日記つけて録音して仕事探していつでも実家帰れるようにしといたら、備えあれば気持ちに余裕もできる。あなたが虐待してるということで、旦那がいきなり子供を連れて実家に帰ることも考えられるから、先に逃げた方が良さげな気もする。とりあえず旦那との話し合いは IC レコーダー買ってすべて録音を推奨。仕事は、今現在育休中で来年には復帰予定です。レコーダーは以前と目との会話を録音して夫に聞かせたことで、夫の頭にも残っている様子。同居の前向きな話し合いなら録音してもよしと言われてしまった。だからさ、あなたは基本が別居で旦那が基本が同居なんだから絶対平行線だよ。すごい、だだっこだね、旦那さん。僕がこうしたいんだから、こうしてよ。と、お菓子売り場でひっくり返ってるが近所にしか見えない。同居しないなら話し合う意味がないと言って最初から話し合わないのも、ずっととにかく家族は一緒にいなきゃと一点張りなのも、冷静に話し合ったら、さらに自分の旗色も悪くなって、自分の言ってることもおかしいと、実は自覚があるからだと思うよ。婚姻関係は大人と認められた人同士がするもの。私には、とても大人のやることには見えない。これ以上、婚姻関係を継続していっても、あなたにもお子さんにも、将来的に真っ暗な気がするよ。平行線か。交わらないね、ダメかこや。だだっこだね。確かに、こちらからは一切ノータッチで、じれて向こうから話し合いに乗ってくれるのを待つというのはダメでしょうか？平和だったおとといまでがいきなりなくなってしまったんで、私自身も今すぐに離婚だ別居だって考えられないという精神状態なのかもしれない。なんだかわからないけど、焦りの気持ちがどんどん湧いてきている。スタンスはわかった。で、これから実際どうしようと思ってるの？相談したいにしても、もうちょい具体化してほしい。本当に病気だったら同居するの？しないでしょ？本当は病気じゃなかったら旦那は同居諦める？諦めないでしょ？じゃあ、病気かどうか確かめる必要なんかない。必要なのはこれからどうするか。自分が連れ出すのなら何も問題ないって言ってたってことは、同居話を拒否されたら子供だけ拉致ってこいってそそのかされてるかもね。気をつけないと、一致がどこまで腹をくくるかにかかっているよね。話し合いを拒否して自分の要求だけを通そうとしている旦那って必要？子育ての協力者になりうる人なの？邪魔になるなら切った方がスッキリするよ。ノータッチの間にちゃんと離婚別居対策を立てておくならいいんじゃない？旦那と一緒だと準備がやりにくくなったら、旦那だけ同居するように進めて自分はそこに残っておけば楽になる。旦那には姑の病気が心配だろうから。自分はまだ同居の決心がつかないけれど一人でじっくり検討してみる。とでも言っておけば、あとは向こうの出方待ち。病気の心理は関係ないと、私も改めて気づいた。どっちにしろ、お互いのしたいことは平行線。どこまで行っても交わらないよ。金銭面が確保できてるならまずは安心。とりあえず、旦那の実力行使だけは気をつけて。本当はおとといよりずっと前から、何かすり込まれてたのかもしれないけど、おとといから突然ってのが、気になるね。明日にでも、逃げる用意をした方がいいような気がする。あなたが熱くならないことだね。同居話に関してはとにかく冷静に事務的に、感情論でダダこねても通用しないって分からせないと話にならない。ふらふらと意見が変わり、自分の要求を押し付けるためにモラハラするような男に、夫や父親としての価値あるのかな。まだ足元救われたような気持ちなんだろうけれど、
父が乙女と同居したら子供には悪影響しかなさそうだし、そもそも介護するために同居しろとかバカじゃね？旦那には、どうか俺の母親の介護をお願いします。そのためにも同居どうか、と頭を下げられて当然なのに、この上から目線な態度って何？こういう態度取れるのって何も後ろめたさとか弱みを感じてないからだよね。今までのこと本心では一切反省していなかったってことだから、今後もこういうトラブル発生するんだろうな。録音なんて別に法廷に証拠として提出するのでなければ許可なしても良いんだよ。離婚する意思がまだなくても、逃げようと思った時にすぐ逃げられるよう、証拠集めは始めておいた方が良いよ。同居がダメだと分かったら今度は旦那までグルになって楽丸容疑かけてくるかもよ。目を覚まさせる方法はいろいろあるけど、心配ならまずあなた一人が止めと同居しろ。って旦那に勧めてみたら、同居はありえないから、いつまでも解決しない。その間に手術の日になるよ。とっとと言って後悔しないように今から付き添いなよってさ。で、止めと旦那のみが同居することには反対していないことを録音するの。録音なんてしたもん勝ちなんだから、許可なんて取る必要もない。とりあえず後から調停となったら、旦那が実の母の面倒すら見させてもらえなかった、合わせてもらえなかった。ってアホな主張をする可能性が高いので、嘘を予防するためにもさ、実際にクソ止めと旦那を一緒にさせておいたら、息苦しくて旦那がギブアップしそうなもんだけど、逆に見事に洗脳されたら、もう可能性ないから未練なくスパッと離婚できるでしょ。っていうか、旦那と止めだけの同居を進めて旦那が渋ったら、あら実後に冷たいのね。ほんと口先だけだわ。言い訳ばっかで自分が動く気ないくせにバーカ。って一度くらいはモラハラ返ししてやるのもいいかもよ。あんまりやると追い詰めてよくないけど、単なるエネなら強い方になびくし。仕事復帰ってことは保育園に預けるんだろうけど、そこからの誘拐には注意。旦那の迎えも信用できないな、こや。これ、旦那が息子らちって止めたく行くかもしんないね。気を抜いたらやられるな。勝手に引っ越し業者を呼んでたりして。目を覚まさせるつもりなのは旦那も同じ。旦那は一致が目を覚ませば、自分の思い通りになると思っている。妥協はない。旦那の目的は止めとの同居じゃなく、止めに息子を渡すこと。病気や介護を持ち出したのは、断ったら非難される側になるぞという脅し。さらに、あちらの思惑では一致の存在は必須ではない。最初の拉致時に母親の不在は慣れれば済むことだとしている。そもそも一致が義母の面倒を見る義務などないということを、旦那さんは分かっていない気がする。親の面倒を見る義務があるのは実子である旦那さんだけですよ。ということをはっきり言ってやった方がいいのではないかしら。止めの病気や手術は嘘っぱち、または大げさに言ってるだけじゃないだろうか。きっちり確認した方がいいと思う。皆さんからのレスを読みまして、いろいろ考えました。夫のことを諦めようとする気持ち、元に戻ってくれると信じたい気持ち、その間でフラフラしてる感じ、別居かなと考えたり、どう話したら夫が目覚めてくれるかなと考えたりしてる。とにかく、どう転んでもいいように、別居、離婚についていろいろ用意していこうと思う。私の職場は元いた県と今住んでいる県の境目にあるんで、ここに住んでいても通うのは問題ない。ただ、息子の申し込んである保育園はこちらの県にあるし、あちらの地域での来年度からの入園申し込みは締め切ってしまったみたいなので、戻ったら仕事復帰ができない。それ考えたら近距離別居も許容できない。これからは、夫から話し合いの場についてくれるまで放置で行くつもり、焦った夫が釣れるといいんだけど、嫁姑問題はこじれると解決するのが難しいですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。長いお付き合いになりますよう、チャンネル登録もよろしくお願いします。